シャブラ島大シャブラの砂浜シャブラは、ブルガリア北東部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、ドブリチ州に属する、カバルナから19キロメートルに位置する、国海沿岸のリゾート地である、ブルガリア最東端の地シャブラ岬、及び、ン湖のシャブラ湖に近い。シャブラは豊富な白い砂の浜を有し、冷戦時代には、東側諸国の有力な観光先であった、 ビーチは町から5キロメートルのところにあり、シャトルバスで結ばれている。道路は欧州連合の支援により整備された。町には大型の駐車場と多くのバンガロー、レストランがあり、下記の観光客を受け入れている。また、ブルガリアで最も古く、最も高い、ブルガリア最東端の地であるシャブラ岬の灯台もある。4世紀の要塞の中に灯台は、 ブルガリアの近代化の最中のクリミア戦争の頃に建造が始まり1856年7月15日に開業した。この灯台は1756年から1786年の間に建てられたものの後に破壊された灯台の再建であった。灯台は28.23メートルの高さである。道路に沿って街の南に位置しているトュレノボから先には 岩の海岸と高い崖が連なり、仮面、武略を経て、変わらないと至る。シャブラは、古代には、トラキア人の集落であり、紀元前6世紀から、紀元前5世紀頃に築かれた。ギリシャ語で、カロンリメ面として知られ、古代ローマ時代に、国会に面する港として発展した。町は、東ローマ帝国時代の初期に反映した。4世紀の遺跡は、今でも保存されている。 テルベル基礎自治体には、その中心であるテルベルをはじめ、以下の町村が存在している。http://ec.europa.eu/.enlarge-ment/.financial assistance par indexen h t m h t t p s t a l k e r d e l b g 1 9 8 2 d o c ありがとうございます。